3M 綿体 HF50 シリーズの装着方法です。まずはじめにマスク本体に歪みがないかをチェックします。問題なければ吸収管の取り付け口の上側、印を上にしてマスクの取り付け口に重ね、両手の親指で押さえながら綿体に押し付けます。カチッと音がすればセット完了です。ろ過剤をセットした吸収管を装着すれば、ミストや有害粉塵の暴露にも対応することができます。閉じている安定板をロックがかかるまで広げます。安定板を頭頂部に乗るようにかけます。締め紐を左右に引いていくとマスクが顔に近づいてきます。顎を突き出すようにマスクに乗せ、顎と鼻が覆われるようにマスクを当てます。首の後ろでバックルをかけ、締め紐の長さを調整します。こめかみの横の締め紐を両側同じ長さになるように調整します。紐の締めすぎに注意してください。マスクと顔が密着しているか、もう一度位置を確認してください。次にマスクがしっかりフィットしているのかを確認します。マスクにフィットチェックツールをセットし、先端を指でつまみ息を軽く吸い込みます。マスクが顔に吸い付くように感じられれば良いフィット感が得られています。フィットチェックツールを用意していない場合は、このように手で代用することもできます。これで装着完了です。作業場所の移動などマスクを使用しない場合は、安定板を閉じて首から下げることもできるので便利です。作業が終わり、マスクの使用が終わったら、このようにすぐに袋に入れて保管するようにしてください。